はい、どうも、キーちゃんです。今日もね、多分最後だと思うんで、英語クワトロ編のね、ハードモード74ターン目からやっていきましょう。もう最後やろ。乗せる人がいない。あ、そうですか。これ無理やす。まあ、いっか、いっちゃえ。あれ、いけない。これより我が軍は、キターンズ本拠地、グリプス2に対する攻略作戦を開始する。諸君らの健闘に期待する。はい、じゃあ行きましょう。DJ 連れてきちゃった。ってことは、DJ の他のやつもいいんじゃない？あ、いる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 。ゼータ乗ってるのか。プルミリアス、S ガンダム、ゼータガンダム。まあ、いっか。DJ と DJSER は、返しましょう。ちょっとズルしすぎたな。ズルじゃないけど、まあ、強くなりすぎましたね。これだったら勝てるでしょ。勝てないわけがない。あ、でも同じぐらいいるぞ。はーい。あ、ジオはいない。ハンブラビ。サイコガンダム。マークス。HLV。ジュピトリス。バウンドドッグ。あ、ジオいるわ。ガーザム、モモかなんかかな。これ、パラスアテネかな。パラスアテネが2機いるかな。あれ？こっちは？こっちか。近寄ったらやばそうな感じがするな。あれ？ネイルアガマにダム乗ってないじゃん。やってしまった。全部動くか。近寄りすぎたらまずいかな。そんなに速くないのね、こいつ。ズーンと合わせるか。あれ、柔道はどこ行った？これか。XS ガンダムと、柔道とくっつけられない。ミリーさんくっつける。100式だとちょっと弱いんで、他のスペリオールガンダムたちとくっつけるかな。100式と、でもくっつけるか。ちょっと出せるやつがいないかな。ファーが、他の、あれ？ゼルムディアスたちと一緒に行くか。こんな感じで。ゼルムディアスに、アストナージ乗ってるから、アストナージと、E のたちにくっつけるか。モンドとかもくっつけられないから、ジムキャノンと一緒に行くか。ね、ウールカは出すとこはないな。あんまり出ないですか。ここら辺出て散布。
さんは一人でも大丈夫かな。ダメだな、ダメだな。カツも一緒に加えて、ハヤトは、あれ？嘘だろ。ビックリアスしかねえわ。はい、父さん。一人の苦手さが時には部隊を全滅させることもある。気をつけろよ。はい、わかりました。わかってないやつ。どうしようかな。でも前に出すか、とりあえず。上ぐらいで来たのか、そっかそっか。気づかなかったな。じゃあ、どういうルカとかあったりするか。ん？あれ？アポリだっけ？退院用か、アポリが。偏見艦長で前出たらまずいかな。いつも勝手に行動して国防に入りたいのか。嘘だ嘘。性格悪いな。散歩して私って嫌な女だ。なんで？ビーチャーはそうやって声かけてくれてんのにさ。俺はいつもこうしてたつもりさ。誰かさんの気持ちが別のところに行ってたから気がつかなかっただけさ。え？どういうこと？こんなセリフ二度と言えるかよ。濃いですね。ベルトウチカどうしようかな。誰とくっつけよう。今は出せないな。つかいけないな。こっちまで行くか。よし、こんな感じで。あ、届く届く、やばい。おお。よかった。600くらいだったら回復するはずだよね。自然回復でさ。しないです。じゃあですね、索敵しましょう。どうやって潰そうかな。ちょっとね、前に出てもらって、とりあえずをいっぱい使ってですね、防御しながら、後ろのファーたちで、ジャプランとか攻撃しようかな。ラストマージあたりも前へ出てみるか。これ攻撃しちゃうね。とりあえずを前に出して、ブライトさんのそんな調子こいちゃダメだな。こいつら右から行くか。ガンキャンの位置を狙うか。あれ？こいつどこ狙ってんだ？こっち狙ってちょうだい。アポリー前だとこいつ殴る。アムロたちはどうすっかな。ガードを固めるかな。あ、2マス撃てんだっけ。じゃあこいつサイコ以外を撃つか。ガンキャノンディテクターとかはちょっと前出さずに、ジムキャノンを出して
一応打つか。届かない。届かない。届かない。前出すか。誰が打つんだ。ハヤトか。ウルルカーとクワトロバシナの使い道がないな。密集しすぎちゃってる。こっちでしょ。いや、手前の1分半にこいつに入れよう。こんなもんかな。メモも使い道がないな。こんなもんで。アイザック連れてくるの忘れたな。当たった。ちょこっとね。俺だって必死なんだ。ここいらで一旗あげないと。当たりまくるか。まあ、結構倒したな。いいじゃんいいじゃん。来るな。俺を一人にしておいてくれ。これなんだ。ただのガンキャなのか。とりあえずが死んだ。人間は戦い続けることによって歴史を作ってきた。それがなければ人間は滅んでいたさ。戦い続けることは特に間違ってはないってことか。やってる。これガブスレーか。アポリンのね、フェリオールに乗ってるからなんとかいけるでしょう。すごい。あれ、メモ攻撃したかった気がするね。ちゃんと攻撃した？通常戦闘にしたらどんぐらいなんだ。そんな早くないだけか。ギャプランは倒した。俺が整備したんだ。俺が一番うまく扱える。一気か。ハンブラビー相手は難しいかな。ちょっと難しいですね。しっかり整備しといたから大丈夫よ。ダンテモンだったらまあいけんでしょ。ダンテモン2か。しかもよかった。よく見たらミディさん打ってないじゃん。舞台は仕留めましたね。1割仕留めた形。やべ、死んだな。防御防御やば。前出すぎた。はー、整備が不十分だった。めっちゃ狙われたから死んでしまった。マーク5。おお、素敵なものに乗ってますね。一回下げる。
あー、これだ。自分で乗ったのね。他に食べる方法を知らんからさ。だから未だに嫁さんももらえる。逆乱を打つか。バージョンも打つか。こっちはね、ちょっと打つ。一回下がって打ちまくろうか。こんなもんかな。自分が信じるように生きていたいというだけ。そのために戦っているの。やばい、ちょっとやられてんじゃん。あ、ジムクエルだ、かっこいい。あ、結構やられるじゃん。あ、でも倒したね。このターンが終わったら下げるかな。これは戦争でしょ。あー、しかもベイシアと、ん？ベイシアじゃないな、ベイトとモンスターに行ったじゃん。ベイシアってスーパーじゃん。通常戦闘に行きましょう。ゆっくりだー。あ、通した。ポリーさんお願いします。ラプランがいけるだろ。え、そうでもない。ダメブロックがいるんだよね。よし、結構削れたね。迷いは自分を殺すことになる。やってみせるさ。やべ、ルールか前だ。クワトロマイスになった。関係ないか。とっても強かった。買いかぶってもらっては困る。私はシャアではない、クワトロバジーナだ。ちょっと削れたけど、まあちょっと少ないかな。あ、でも30機まで減ったな。で、やられたやつも後ろに下がって回復してますからね。だいぶグフ。皆さん死ぬかな。よっしゃよっしゃ。よっしゃ。何、エマリーさん狙われとる。回避回避。見てみようかな。マーク5見たい。あー、かっこいい。瞬殺っすね。アンブラリーか。バ
け物だな、本当に。見た目がめっちゃ怖いやん。あ、ゼクアイン？ゼクツバイ？カード、カード。あ、うわ、めっちゃ暗い。バウンドロックか。ちょっとまずいかな。バウンドロックを仕留めなきゃいけないな。サイコもいるんだよね。ちょっと待って待って。あれ？バウンドロック一気だから、そんなに苦労しないかな。で、ロザミーじゃん。どういう風に組み立てるかな。もうすぐ倒せるな。一応殴っとくか。勝つとエマさんか。殴っとくか。ブラビ。こいつらさ、ちょっと下げてさ、この辺くらいかな、打つか。アムロたちはちょっと前出るかな。か、目の前のやつを倒すか。アンブラビ、デコアさん、ジェリド。結構回復してるな。アホリーは百式とネモか。ちょっと前出て索敵するか。アンブラビア殴っとく。よし、これで全部索敵できたな。ジェム3を削るか。ジドーカミーユ、カミーユでこいつらを殴るか。なぜあなたは素性を隠すのです。卑怯ですよ、シャーズナブル。名乗った方がスッキリします。今の私はクワトロバジーナだ。それ以上でもそれ以下でもない。歯を食いしばれ。そんな大人修正してやる。これが若さか。嘘ついたわけでもないし、そんな怒んなくても。狙われたら嫌なんでね、ジムの方狙ってきますかね。いいのもさ、乗せ替えて、こっちに乗って、で、ちょっと遠くから撃とうよ。それならどうだね。嫌じゃないでしょ。エマリンさんも撃ってさ。あ、ちょっとどうしようか。ニオフスキー粒子ちょっと薄いかな。薄くないか。薄いかな。ハンブラビ言っちゃえ。よし、こんなんで。じゃあ、端っこのバーザムから倒していきましょう。よーし。一部隊だったからね、こいつはいけますね。早く。これはあの一年戦争だって生き残ったんだ。流し。まあ、バーガーも一気だし。一部隊か。さっき下げるって言ったのに下げなかったな。大丈夫かな。日々の鍛錬を怠ったことはない。やられるものか。でもお前らに大きな顔をされてたまるか。ちょっとずつね、経験値を貯めましょう。うわ、ハンブラビも倒せない。来るな。俺を一人にしておいてくれ。お、
結構、とりあえずが後ろにもやられしまった。アムロ大活躍だな。なんかやられちゃったな。とりあえず戦い続けることによって歴史を作ってきた。それがなければ人間は滅んでいたさ。カーバのパイロットか、パイロットスーツかな。おいお前、カミーユって言うんだって。まるで女の名前だな。最初のアニメで見たセリフをこの最後の場面で局面で言うなんて。なら男らしく扱ってやるよ。はーい、来てください。受動が前か。反撃せえへんよ。アンブラビちっちゃいんだな。ちっちゃかねえか。他がでかいのか。強っ。カニーに切られた。仕方がないだろ。しょうがないだろ。俺だって好きで戦ってるんじゃないんだよ。次から次から、まるでモンガ叩きだ。反撃されない？されてるか。でもすぐ打ちなめるな、こいつは。倒せないな。ビームサーブ、すっごい長いんだね。百式よりすっごく長い。俺だって柔道くらいには。モンドってそんないいことあったっけ？いいとこわかんないな。すぐなんかモビルスーツ売ろうとするだけしか覚えてない。ちゃんとした女がいるんだから邪魔はさせないよ。モビルアーマー携帯だったら勝てんじゃね。すごい。そもそも攻撃回数が違いすぎる。私をそこらの女と一緒にしないでね。でいつ白子が来るかだね。出ますね。防御。これ最高か。あ、やべ、やべやべ、アポリ死んだかな。あ、生きてる。でも百式は死んだ。迷いは。おおほほ。結構削れましたね。あら、取られちゃった。これ繰り返せば、ここの来るやつなんか生贄に捧げられるんじゃない？回復は追いついてないなぁ。マーク5をどう潰すかだな。マーク5狙いまくるか。中に戻ってマーク5狙い撃ち。アムロたちはちょうどいい仲間がいないな。アポリーたちは一回戻るか。これなんだ、ヤザー。ヒローもちょっとずつ経験値上げてますね。柔道たちで白子殴るか。隊列をさ、ハミユマにしよう。さっき回復しちゃうかな。しちゃうよね。
前出るかな。まだ早いな、皆さんがいるしね。前に出るとちょっとまずいかな。何ぐらいに行って一緒にこいつを殴るか。クワトロさんでもまずいか。メモバッタさせろ。こんなんだよね。ほら、よーし、これでどうでしょうか。22、3期なのかな。撃ちまくれ。いやでもハンブラジ化け物って言いたけどやっぱかっこいいな。ゼータに出てくるやつ基本かっこいいよね。俺の奥様以外はだいぶかっこいいんだけどな。こいつ欲しいな。さすがにこれだけに撃たれたら死ぬよね。かわいそうね。戦争の仕方しか知らない。させるか。ここでやられるわけにはいかない。いくらやざんでもさ、ヤリガーマー形態ですか。アムロに勝てんのかな。勝てないよ、瞬殺じゃん。人間は戦い続けることによって歴史を作ってきた。それがなければ人間は滅んでいたさ。なんだこのプレッシャーは。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコには、そう、隠れてもいないな。俺の体を通して出る力が。ライダーもいないじゃん。体を通して出る力、そんなもので私を倒せるか。あ、ジオしかいないじゃん。もう勝ったな、これ。接近を許さない。死にたくないでしょ。立てて防がれちゃうね。私のようなちゃんとした女がいるんだから邪魔はさせないよ。ジム31部隊だけかな。そんなこともない、ちゃんとでも倒せるね。考えですね。やれた、すごい。こんな私を愛しちゃう。残り12機、12機というか12部隊。おやばい、開けちゃった穴から入ってきた。これが狙いよ。簡単には沈まないからね。情報部より敵開発プランの、何もらえるんだろう。あ、バフだ。情報部より、そうか、ティタンズはアクシズいるもんね。作っちゃおう。バウ好きなんだよね。物はやんましって感じがするけど、まあまあぽいじゃん。いらっしゃい。彼らは地上にいてください。さて XS ガンダムこっちにやって
で、ミエル・アーガム。じゃあ、ステルム・ギアス何機かやられちゃったんだよね。作っとくかな。あ、ガンキャノンディテクターにしよう。3機作ってきゃいいでしょ。よし、じゃあこのターンでピターンズを仕留めますよ。あら、全然エネルギーがない。ザミを始末するか。バウンドドックも倒しとくかな。あれ、もうエネルギーはない。よし、こんなんで行きましょうかね。ね、見ていきましょう。自分キャノン美しいよな。あ、一瞬で終わった。自分が信じるように生きていたいという。そのために戦っているの。すげーなー、パラスアテネ。こんなのでよく戦えたな。でかいだけで結構怖いんだけど。レコアさんもいない気がするな。もう死んだんだっけ。これは戦争でしょ。恨まない。なんだこの感覚は。ああ、結構当たる。ゲッゲー、メズン破壊された。ガードするか。作戦成功ってとこだね。難しかったね。さあ、どこからでもかかってらっしゃい。ちょっとチートもつかなかったし、まあ、ちょっと最後ズルしちゃったというか、時間かけすぎちゃったから強くなりすぎちゃった感はあるけど。まあまあハードでしたね。ハワイ取るあたりがなんかすごく大変、すごく大変でしたね。あ、逃げた。オーケー。サイコガンダムどこ行ったんだ。神優くん、
君の敵と感じ合うセンスは良いパイロットになれる証拠だ。アムロさんも良いんですか。いや、僕の二の舞だけは不運じゃない。敵と感じ合うことが悲劇を生むこともある。気をつけるんだ。はい。最後どこ行った。こんなこと結構頑張ったから一回戻すかな。こっちも頑張りすぎたな。もう一発も撃てない。ベルトーチカ撃てるからちょっと撃つか。もう撃てない。撃てないか。自動一回返すかな。D まで上がった。格闘が強いんだね、自動って。アポリーと入れ替えるか。サイコガンダムが邪魔になるな。いい加減にするんだ。ゼックアイもどうだろうね。反撃してくるよ。でもこれ疾患機じゃないんだ。ただの携帯用の。インコムはいいね。別にニュータイプ能力必要ないし。んってことは別に髪が使う人ないのか。俺だって好きで戦ってるんじゃないんだよ。こっち来ないかな。ちょっと来たね。戦闘を仕掛けては来ないか。モンドとかもちょっと回復してきたから前へ出て撃つかな。あ、サイコワンでも降りてる。くそめんどくさいな。サイコたちはクワトたちに合わせるかな。潰せるやつから潰していくか。君が柔道君か。何か用ですか。君の目が浮ついてフラフラしているのが気になってね。俺の目が浮ついている。君はパイロットなのだろう。ならば余計なことに心を奪われていると君は死ぬぞ。俺みたいな子供よりあなたが頑張ればいいでしょう。あなたはニュータイプなんだから。君には僕のようにならずにいい意味でニュータイプを開花させてほしいと思っている。だから言うんだ。老婆心と笑ってくれていい。ニュータイプの開花で人は変わる。で、変わんないか、このザンも。悲しいですね。よろ
しく、アムロレイです。ヘレンヘレンでしょ。アムロめっちゃ喋るね。私の好きな石鹸。マジ意味やかな。見てみる？でも激しいやつだしね。全部当たんじゃない？どこでそういうの感じんだ。当たんないね。あ、これリフレクターインコムだ。なんか変だなと思ったら。仕方がないだろ。何ターン目だろうね。あ、サイコ来た。ジェピトリスは来てないのか。防御。最後来ちゃったね。じゃあ近寄って殴るかな。トロさん前出て、ルーと一緒に殴るか。モモもくっつけてあげて、いいのも。アムロはもういっかな。十分フリーぐらい強いし。リーちゃんも前出してあげるか。エルも打ってみようか。エル、むちゃくちゃやればいいってもんじゃないのよ。わかってるわよ。そう、誰かは先輩がなんかエルが一番強いとか言ったな。なぜエル？もう攻撃できない。じゃあアムロも行くか。俺は自動アーシだ。あんたがカミユさんかい？君が柔道か。よろしく頼む。どう？なんだ？俺の周りに宇宙がある。いや、錯覚だよな。そんなバカなこと。ん？どうしたんだい？なんでもない。よろしく頼むよ、カミユさん。宇宙を感じる男。感じる人もいるのか。総攻撃ですね。ティターンズに対する総攻撃。お兄ちゃん。げ。やっぱりお兄ちゃんだ。私よ、ノザミよ。最終話で悲しい話。俺には妹なんていない。あんたなんて知らないよ。でもあなたはお兄ちゃんよ。私会いたかった。仕方ないな。ノザミ。俺は君のお兄ちゃんだ。もう戦っちゃダメだ。いいね。そんなロザミを殺してしまう。悲しすぎるぞこれ。めちゃくちゃ撃ちまくってんじゃん。シータはニュータイプ強すぎる。出てこなければやられなかったのに、こんなことで人
が死ぬなんて間違っている。やむを得ない。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。ないですよね。2400めちゃめちゃあるんだこいつ。四方八方からめちゃくちゃ撃たれてる。めちゃくちゃやりゃいいってもんなんですよ。覚えておいた方がいい。戦いは前後の戦術の優劣によって決まるのさ。報告します。我が軍はシターンズ本拠地グリプス2の制圧に成功しました。シターンズは滅亡です。やっぱ人類って愚かだな。反対勢力を皆殺しにしちゃうもんね。昇格しました。アムロ、カミーユ、ミリー全部こっちへどうぞ。キタンズの滅亡ですね。次の収録でみんな倒すかな。あ、エースカスタム？うーん、どういうことなんだっけ。ギャンか。あ、16はなんだ。16はケンパーか。なんだこれ。あ、リガズか。 PMX002 って森の奥様んじゃん。かっこいい。あ、ボイノク様のことじゃないですよ。ジェガンのことですよ。これなんか乗る人いないかな。なんかこれにいないね。もうはい、お願いします。我が社は機軍に協力するため技術提供を行うことを決定しました。情報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。あ、こっち来るのね。すでにね、反撃するプランのダッシュに成功したと報告。反撃する能力はないですね。ガザ C。情報部より。うちらがガザ C 取ったらどんな色になるんだろう。あ、違う、ガザ C じゃない、ガザ D。もう一旦到着するかな。そろそろ半分に分けるか。あら、入らなくなっちゃった。こういう感じで分けるか。二敗族。あ、やられてんだっけ、こいつ。二敗族。あ、やられてんだ。スペリオールガンダムって、インコも撃てるのか。じゃあ、これに乗せるか。二人揃って射撃低いんだからもう。水も忘れた。よし、こんなもんで。はい、一旦失礼します。失礼します。